っと不安になっちゃったんだ、はい。アスリートにみんなこれを書いていただいて、まあ、それぞれの発信力もあると思うので、あの各スポーツ分野に必要と思われるようなこととか、まあ、スポーツ全体を見て、まあ、特にあのオリパラに向けて我々もこういったあの映像を作ってますので、発信してスポーツの普及推進だけじゃなくて、まあ、きちんと安全もみんなで確保していこうというようなプロモーションですね。今日はですね、ハンドボールの元日本代表キャプテンの東さんとかですね、あのビーチバレーオリンピアンの朝日健太郎君とか、あとはトライアスロン今バリバリ現役でやってるお笑いの安田大サーカスの団長とかですね、あとはライフセーバーの現役日本代表とか、あのまああとユース の, あのジュニア世代の子たちも来てもらったりとか、なのでトップアスリートだけじゃなくて、本当にあのスポーツをする、支える、見るっていうパターンで考えると、もう本当に老若男女いろんな方に参加いただいて、あの巻き込んでいきたいなと思ってます、ね。はい、ドリブルデザイナーって言って、サッカーのドリブルをより抜けるようにするみたいな専門的な指導をしていて、サッカーの日本代表の選手とかに指導をしたり、世界中の子供たちに、ドリブルって楽しいよねとか、こうやったらより抜けるんじゃないのとか、そういうような活動をしたりしています。自分の場合怪我なんですけど、スポーツができるって実は当たり前じゃないんだなっていうのが、分かってきて、でそんな中こういう AD の活動とか見てて、あ、僕もいいなって思った感じです。一応ドリブルがしやすい。あえてこの健康第一って何かこう経験上あるんですか？最初は安全第一にしようかなと思ったんですけど、なんかそのスポーツをやっていく上でやっぱ体を動かすっていうところがあったので、安全って健康第一っていうその大元の体がちゃんとしっかり健康であることでいろいろ楽しめるよっていうので、確かに健康キープするような秘策というか、秘策は自分はサプリメントとってます。サプリメント結構意外ですね。そうなんです。そうですか。で AED の知識もあるので、うん、海外でもそういう市場自体があった時には、うん、そういうのできるように、うん、頭の中に入ってるので、うん、そういう意味で言うといろんな国を見ていただいて、はい、また他の世界の例えば AED の、まあ、使われてる状況とか、うん、あの置かれてる体制とか、はい、そういったことを広めてもらいたいなと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。